もっと左だ。時間ないぞ。ライトを調整しろ。プレジデント、ネクタイ確認します。急げ急げ。一番と同じようなもんだろう。ああ、魔法だまりが近い。行こうぜ。が出てきたらひとたまりもなさそうだな。このクラスの機動兵は巨大モンスター用だ。最新兵だろうな。もし俺たちの前に現れたら、その時は逃げた方がいい。ああ、おねんねの時間で助かったぜ。はい。
で仕掛ける。叩き切る。隙を突く。行く。しろ。ティファ。ん？タイマーは何分だ？何分でもいいぜ。今回はリモートスイッチ式だ。ジェシーが作ってくれたの。安全圏まで離れてからポチドッカーン。安全圏ねえか、あの脱出ポイントは正面口だ。来た道戻るぞ。広報作戦を指揮するシンラカンパニー治安維持部門統括ハイデッカーだ。軍の大将が喜ぶなり。貴様らの悪行はミッドガル中に放送されているぞ。何これ。5番マコール前からの中継です。
神羅カンパニーは魔航路の爆破予告を分析し、爆破の対象を5番と特定。施設内にて実行犯を発見し、現在追跡及び爆発物の探索に当たっています。続いて各地の反応です。はい、こちら5番ガイスラムです。爆破対象の特定報告を受けて、神羅カンパニー危機対策本部からの避難勧告が通告されました。一番魔航路爆破事件に続く連続爆破実行犯の非道な犯行に避難の声が巻き起こっています。プレジデント神羅は市民の暮らしを犯す脅威を断固排除すると宣言しています。さあ、不満を溜め込んだ市民にとびきりの娯楽を提供してもらおう。クライマックス。デカブツ、我が社の誇る最新鋭の大型機動兵エアバスターによる公開制裁だ。整備班から報告です。エアバスターの整備進捗は現在 60% で想定より遅延しています。撮影中だ。艦内の警備担当に通達、侵入者を速やかに捕獲しブリッジに連行しろ。おとなしくしろ。このままじゃ神羅の思うつぼってことだよね。ああ、奴ら好きなようにニュースを捏造するぞ。悔しい。いや、そうはいくかよ。ああ、公開制裁って、あのデカブツをぶっ壊して神羅に赤っ端書かせてやろうぜ。ああ、悪くない。ハイデッカー同化種類通達、速やかに侵入者を捕獲しブリッジへ連行しろ。繰り返す。さっさと運び込め。ハイデッカー統括がお待ちかねだ。積み込み完了。B8 フロア発送開始。整備班了解。侵入者だ。革命。こちらが何してたか調べるぞ。バレット・クラウド、これ見て。あのロボットの部品をリフトで運んでるみたいね。邪魔してやろうぜ。整備不良に持ち込めるかもな。賞賛あり。操作盤を確認してみよう。操作盤ってのはあれか。動かせそうか。カードキーがいる。探せ探せ。見つかったの？ああ。よっしゃ、操作盤をいじくろうぜ。
書いてある。これが部品かな。ああ、マテリア溶液を使った強化パーツだ。邪魔できそうか。リフトの行き先を廃棄に切り替える。私たち今も見られているんだよね。ああ、撮影中だろうな。今さらどうしようもねえ。せいぜいいい顔しようぜ。邪魔はするな。カードキーを探そう。見つかった？一枚だけ。操作は一度だけか。リフトは二つなのに。クラウド、決めて。こっちのリフトが運んでんのはビッグボンバーだとよ。通称ビッグバン。強力な爆弾だ。捨てれば弾数を減らせるな。どれを捨てるのか決めてくれ。悔しがる顔が見えるぜ。廃棄した荷物はどこに行くの？おそらく廃棄物を集める部屋だ。ビッグボンバーだの、 AI コアだの、結構なお宝があるんじゃねえのか。かもな。いただいちまうか。部屋が見つかればな。いいか、
みんな聞いてくれ。シンナの言うことは全て嘘っぱちだ。魔鋼は星の命だ。シンナは星を食い物にしてる。だから。バレット、いきなりどうしたの。嘘されんなら言いたいこと言っとこうと思ってな。音声はカットだろうな。1枚だけ。でもリフトは3つだ。選ぶしかないね。これは AI コアのリフトみたい。どうしよっか。ドレステル？制裁されることになるのかな。楽しそう。シンナをぶちのめす姿がミッドガル中に流れんだろう。笑いが止まんねえよ。もう踊り出したりしないでね。お、一緒に踊るか。クラウド君もどうだい。遠慮しておく。了解。信
入者だ。取り押さえろ。終わりだ。消えろ。リフトは4つだ。カードキーがもっと欲しい。こっちは M ユニットか。ああ、シンナに恥をかかせるチャンスだからよ。どれを捨てるか慎重に選べよ。こっちは動作速度が上がる AI コア。どれを捨てるか決めた？整備が遅れるよね。ロボット弱くなったかな。やるだけのことはやった。おうよ、やってやったぜ。あとは仕上げを残すのみ。もうすぐ出口だな。ティファ、爆弾のスイッチは？準備はできてる。デカ物をぶっ壊したらポチッと行くぞ。うん。どいてもらう。立ち止まってられない。
な。どうだろう。警備の状況は現在最終調整中。急げ、統括がお待ちかねだ。よし、まだ整備中だ。侵入者だ、捕らえろ。整備時間を稼ぐんだ。侵入者と戦闘状態に突入する。エアバスター、出撃準備。考えとくか。全員で決めてやるのさ。中継されたら流行るぞ。断る。あ、行き止まりが。パイプ登れないよね。他を当たろう。
カメラの前で派手にぶっ壊して首洗って待っとけよ。うん、あとは全力で戦うだけ。何があろうと俺たちはセブンスヘブンに帰る。必ずだ。絶対だ。うん。マリンにただいまって言おう。もちろん、クラウドも一緒に。ね。スマイルを忘れるな。報酬次第だ。ロックモードだ。閉じ込められたってこと？あの部屋から開けられる。めんどくさいことしやがって。あの先には廃棄物を集める部屋もある。整備を邪魔したアイテムが集まってる。お宝部屋か。よっしゃ、さっさと行こうぜ。開けるの？仕組みは簡単だ。レバーを同時に動かせばいい。ここは任せて。俺がここだ。お前は残り物な。ティファだ。ああ、その通りだ。さ、まあ2人ともよく見てね。行くよ、せーの。緊急ロックモード解除しました。おっしゃやったね。すごい、息ぴったりだった。そうだな。お宝部屋も覗こうぜ。ここがお宝部屋か？開けばな。開かないの？最上級のセキュリティロックモードだ。あっちのとは違うのか？同じだが、こっちは何度か繰り返す。はっ、楽勝だぜ。うん、やってみよう。現在、最上級セキュリティモード有効です。二人とも私に合わせて操作してね。じゃあ行くぞ。ティファに合わせるんだ。わーってる。さあティファ頼む。最初の入力行ってみよう。せーの。セキュリティモードレベル1解除。二人とも完璧。この調子で行こう。次行くよ。せーの。セキュリティモードレベル2解除。やったー、コツをつかんだ。おうよ、どんと来いだ。神羅の鍵という鍵を開けてやら。半分終わったね。もうひと踏ん張り。せーの。はまだまだ、肩慣らしだ。しっかりね。せーの。はあ、息を合わせ。しっかりね。せーの。
だまだ肩だらしだ。温度を取ってやる。セブセブウスウスヘブヘブでセブセブウスウスヘブヘブ。ふざけるな。これならいいか。セブスヘブンヘブンヘブン。もう本気出していくよ。せーの。セキュリティモードエネルギー解除。大成功。怖いものなしだね。これで最後だよ。気を抜かないでいこう。せーの。あー、はあ、息を合わせ。しっかりね。せーの。あまだまだ肩だらしだ。おい、やっぱ俺に合わせろ。オンドリア、せい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 。余計わからない。難しくてもやるしかないよ。せーの。悪い。頑張ろうね。せーの。セキュリティモードレベル4解除。相手室のロックを解除します。はあ、よかった。永遠に終わらないかと思った。おいおい、クラウドさんよ。あんた本当にソルジャーだったのか。こういうのは専門外だ。何でもやれや、何でもや。はいはい、そこまで。早く中を見てみよう。ソルジャーだ。ソルジャーは死ぬまでソルジャーだ。まあ役に立たなくなる者も多いな。ソルジャーのシーンで最も多いものは劣化による自己崩壊。データは非公開だが、ソルジャーならみんな知っている。もちろんだ。こっちは無視かよ。君の話はダラダラと長い。そんな予感がしてね。てめえらの悪行を数え上げたらいくら時間があっても足りねえ。足りないと嘆く者ほど浪費する。そう、それよ。
浪費について話そうじゃないか。魔鋼の正体はライフストリーム。ライフストリームは星を流れる血。その血をシンナが吸い上げ浪費してる。このまま続けたら星はどうなる。ああ、吸い上げているのは確かに我々だ。だが浪費しているのは誰だろうな。魔鋼の本質など誰もが知っている。それでいて見て見るふりをしている。そう考えたことは。んなわけあるか。仮にそうだとしてもてめえらの洗脳だ。そんな魔法は使えんよ。さてスラムの道化師諸君、君たちは今から敵国軍隊の手先だ。市民の戦意を盛大に燃やしてくれ。ウー隊だと、なんだそれ。ネズミどもには理解していくまい。何してやがる。これは貴様らの作戦ではない。我々が入念に計画した戦意先導後方作戦なのだ。よって爆破のタイミングも。あ、シンラが決める。天命。さあショーの始まりだ。ミッドワル全市民の敵アバランチ。ウーハイとの共謀による罪状は明らか。貴様らを即刻粛清する。まだ続くね。
くぞ。そこ、いや、沈め。はい、覚悟はいい。頼む。爆発するぞ。俺はいいから、ティファを。いろいろ悪かったな。これで終わりみたいな言い方をするな。クラード行くぞ。